日本大学生産工学部の創生デザイン学科というところにおります三井と言います。今回は、スマートフォンやタブレットなどの、文字入力、日本語入力の、インターフェースの、開発を行いました。フルキーボードであったり、あるいはフル、フリック入力だったりしますけれども、やはりどこか満足のいかないところが、いくつかあるんじゃないかなというふうに考えておりました。その、いくつかの問題点を解決しようというのが今回の、研究のテーマでございます。現在開発したシステムは親指で、こんなふうに回しますと、回すことと、それから縦軸横軸のように直線上動くことと、この両方の組み合わせで50文字を選ぶことができます。で、現在は50文字ですけれども、これ50に限ったことはなくて、例えば何周かしてから直線上動くというような、その何周回ったかというようなことも考慮に入れたシステムにしますと、これが100文字になったり200文字になったり、あるいは絵文字を扱ったりということができますので、絵文字を入力するときだとか、あるいはもっと多言語にですね、対応した入力システムにできるんじゃないかなというふうに考えています。どうもこんにちは。生産工学研究科数字情報工学専攻の、博士前期中島雄介です。まずボタンを、タッチパネル上のボタンをどうにかして、なくすことができないかと考えました。タッチパネル、特にスマートフォンの上でのボタンは、ツルツルした平面であるにもかかわらず密集して、置かれることが多いため、どうしても誤操作の原因になるだろうと考えました。なので、この50音をすべて一つのボードの上に配置して、どこを触った後でもどこの音にでもいけるような、そういった、インターフェースになるよう研究しています。基本的な操作方法はですね、まず、回転によって行を決めまして、その後直線運動によって、母音、段を決めることができます。この母音の配置に関しては、か、きの面が入っている、青の A の面としておきますけど、 A の面、それと、結構の面が入っている赤の B の面、これが、移り変わることによって、全ての文字を、あるいは、一つの座標に2つ以上の音を入れられるようになっています。新しいハードウェアに新しいインターフェースということで、回転のロールと、軸運動アクシスをの、ロールとアクシスから取りまして ROAX ロアクスというような名前を付けました。